僕は中国上海出身の映画監督。字は高城。1906年に上海に生まれ、1916年に北京に移った。法文高等学堂で様々な外国語を学ぶ。この時期に左目を失明している。あと、鉱山事務所の会計として働く傍ら、映画評論をはじめ、主一輪とともに映画雑誌、高来を創刊する。 1930年に天津の河北電影に入社し、英文字幕の翻訳を担当する。1931年、法要監督の呼吸神音の撮影に参加し、助監督としての活動を開始する。1932年には上海の連か掲げ業に入社。都市の貧富の対立を描いた上司の夜で監督デビューを果たす。1936年、 抗日運動のため、応用予選、再蘇生と上海連営会休国会を結成、国防映画、狼山町受付を監督する。日中戦争が始まり、孤島と化した上海で民家家業講師を設立、興風誌などの作品を監督したが、太平洋戦争が始まり、祖開が占領されると、日本軍への協力を拒否し、舞台の演出に転向する。戦後に、 映画界に復帰、1946年に国民党が中華電営の施設を接収して設立した撮影所、上海実験電営工場の所長となる。1948年には、梅蘭方の舞台を撮影した中国初のカラー映画、静止班を監督。同じ年、田舎町の春を監督する。この映画は日の代表作とされており、2005年には、 中国映画誕生100周年を記念して選ばれた香港電影金像進むの中国映画歴代ベスト100で第1位に選出された。1949年、香港に移住し、竜馬英編を創業、高校辞女の制作を開始するが、完成しないまま1951年に心臓病で死去した。田舎町の春ポスター長女は、ソプラノ歌手の日、名ただし、 弟は大広報の社長を務めたひつねである。ありがとうございます。